体とアップルペンシル。これから開けます。なんかついてる。こちらです。なんかこのケース、 iPad Air 第4世代 Wi-Fi モデル 64GB のシルバーです。綺麗。 USB-C to USB-C コードケーブルと 20W の充電器。これ持ってるやつや。いや、あ、なんかついてる。めっちゃ説明書と、怒られる。あー、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。設定できたー。
Amazon で頼みました。なんか電気屋さんにも行ったんですけど、電気屋さんは結構高くて、なので Amazon で購入しました。で、買ったのがこちらです。シンプルな真っ白のケースです。今はこういうケースに入れて使ってて、これ自体はフィルムを買った時についてきたやつです。これも割とシンプルで2回あのフィルムを買ったので、こんな感じで2つあります。これ両方と JP フィルター専門製造所さんで購入するとついています。開けていきます。なんか白いのが欲しくて、せっかくシルバーにしたので、欲しかったシルバーが見える背面透明のものが欲しくて、でもなんか意外に背面透明って、ね、少ないんですよね。半透明のものが結構多くて、プライムじゃなかったんですけどそれでも欲しかったので買いました。あ、でもこれもさ、なんか透明じゃなかった。え？全言撤回になりそう。はめます。よいしょ、え？まあ、これは多分ちゃんと、よいしょ。裏は、あ、でも半透明だったんですけど、そこまで気にならないですね。まあ若干やっぱり透明よりかは、あれなんですけど、色がついてないので、半透明でもちゃんとシルバー、の感じがあります。あ、よかった、充電できますね。よかった。しかも結構ちゃんとくぼみがあるので、あんまりずれる心配もなさそうです。一応これはこうやって立てると、横でこういう感じでやることもできるし、こっちの角度にしたら低めで書けるような設定にもできるものになってます。ちなみに iPad 関連の商品がもう一つあって、こちらです。無印良品の歯ブラシ立てなんですけど、ここにこれずっとペンシルをつけておくと、ここが擦れてきたり、こう黒い点が出てくるらしくて、あんまり良くないなと思ったので、家にいる間はこういう感じで立てて置いてたら可愛いかなと思って買いました。気に入ってこれを使ってます。なんかペン立てとかを机の上に置いてる人は全然ペン立てにさせてもそんなにありかなと思うんですけど、私はペン立てを机の上に置いてないので、これだけを置いて iPad のペンは帰ってきたらここにさすようにしています。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。